え皆さん、こんばんは、ウです。えー、っとね、今日、ちょっとね、こちらの成功をまあご紹介はさせていただくんですけどもあの、特にこの成功をご紹介するつもりというか、あの何人かの方からね、ずっとあの英語のサブタイトルをつけてほしいということをずっと言われてまして、あの僕、あんまり実はこういうビデオとかいうものにあまり詳しくない実は人間でして、 全然分からなかったんですけども、あの、やっとね、自分の日本語を、えっと、英語の字幕で付けれるように今回からなったので、えー、そのテストを兼ねてですね、こう、この日本の時計をね、ご紹介させていただきたいなと思って始めました。えっとね、成功なんですけども、これも結構僕実は前に手にしてまして、まあ実際の見て知ってる方たくさんいらっしゃると思います。 あの結構前のモデル、えっと、このゴールドの方、ブラウンとゴールドの方は2020年ぐらいのモデルだと思うんですけども、まあ、成功の,のカクテルバーシリーズと言われるようなものですね。で、<laughs> どちらも、えっと、リミテッドエディションと言われるものを僕は持ってまして、実はもう一本ピンクを持ってます。で、ピンクの方は私の家内がね、つけてるのであの、ちょっとここには持ってこなかったんですけども、 僕の、えっと、私がつけてるのに関してはこの2本。で、最近ちょっとね、つける機会が実際にちょっと減ってたんですけども、あの、本当に最初はね、ものすごく気に入ってつけてて、今でもこの2本は大事に取っています。なのでね、えっと、字幕のテストを兼ねてですね、今日はこの成功をちょっとご紹介していこうかなと思います。で、後ろの方にあるもの、これ成功のいわゆるサリー134というやつでございます。で、こちらのグリーンの方、 まあ、グリーン。ブルーですかね。えー、こちらの方がサリーの171というものでございます。で、あの、モヒートとかね、いろんななんか名前があって僕もはっきりわかってないんですけど、一応このブラウンの方はオールドファッションという形で名前が付いてるかと思います。で、こちらの方のブルーの方はフローズンマルガリータという名前が付いてるかと思います。で、非常に綺麗なダイヤルをしています。 あの最近ちょっとこのダイヤルの綺麗なものを探してて、えー、っとね、もう少しすると、えー、っとね、何だったかな。名前が出てこないな。ちょっと一つ入ります。で、えーっと、スコットランドとイギリスのブランドにのコラボレーションモデルかなんかになると思うんですけど、 えー、ちょっと変わったダイヤルのものがね、入るので、それは入り次第ちょっとレビューさせていただきます。めちゃくちゃ綺麗な時計なんで。で、この2本に関して、このカクテルバーシリーズに関しては、ダイヤルがめちゃくちゃ綺麗なんですよね。で、かなりたくさん色があったりするんですけども、あの、僕はこのリミテッドエディションがいいなと思って、どちらもリミテッドエイションを、えー、手にしております。で、えっと、1個ずついきましょうか。これね、ライティングがちょっとね、 なんとか頑張ってこの色を見せたいんですけどね。こういう感じ。ちょっとわかりますかねこのグラデーションがかかったようななんとも言えないこのダイヤルをしてまして、めっちゃくちゃ綺麗です。もう最初見た時感動しました。で、こちらの方が、えっと、サリ134。一応基本情報はね、どの辺になるのかな。 この辺にちょっとね、まだ出てると思うので、見ていただいていいと思うんですけども、こちら40.5というケースの大きさなんですね。で、あの、ムーンメントに関しては 4R35B を積んでます。こういう感じでね、ダイヤルをとりあえずね、一緒に見たいなと思う時計でございます。ただ、あの、セイコーのこちらのプレ,えプレサージュのシリーズを知ってる方は、たくさんの方が知ってると思うんですけども、このセイコーというふうにログが入ってる部分に、少しね、あの、 汚れがついてたりとか、いうことがあって、ちょっとね、世界で成功付きの方から成功の工場のクオリティが下がったのではないかと言われたいわく付きのシリーズでございます。えー、僕のはね、あ,のありがたいことにそういうホコリとかがついてなくて、えー、の綺麗なモデルがね、僕の手元には,は来てるんですけども、たまにこの成功とかのこのロゴの部分に、ちょっとこう綿ゴミと言いますかね、拭いた時のゴミと言いますか、 いいうううももののがが付着しているようなものがあったんだそうです僕のはこういう感じのこれつけてるからもうめちゃくちゃ気づいて入ってますけどねこういうねゴールドの方なんですねでこの裏はこういう感じでスケルトンバッグでございますこんな感じですねでまぁ、あ、4R35B というキャリバーの番号が書いてますでここここにねこの僕のこっちの親指ですね8000分の えー、5943というシリアル番号、リミテッドエディションと入ってございます。これはね、もうこのリミテッドエディションはね、もうこのダイヤルがもうめちゃくちゃ綺麗なので、ちょっと日付もね、時間も全然合わしてないんですけども、ものすごく綺麗な時計です。こんな感じですね。こういうちょっとね、ボックス、ドーム型のこういう,こうクリスタルがついてて、非常にかっこいい時計で、 でベルトはね、なんかちょっとこう、コード1ンみたいなやつが本当は最初ついてたんですよ。でも結構ちょっともったいないかなと思って、そのコードマンを置いてまして、こちらも特注でちょっと作っていただいた、こういうちょっとしっかりめの下、こういうね、ベルトを特注で作っていただきました。で、僕はそれに変えております。こんな感じ。 綺麗でしょうこのダイヤルもめちゃくちゃ綺麗なんですけど、一時これでこのプレサージュのチーズにちょっとハマりそうなって、スモールセコンドのものがあったりとか、まあいろんなダイヤルのね種類があるので、一時期ちょっとハマりそうなったんですけどね。あの、まあまあお高い時計なので、そんなちょっと簡単ではないんですけどね。こあ、これちょっと見やすいかな。こんな感じの、こうなんとも言えない感じのこうグラデーションが、 かかっている文字盤でございますこれ文句なしにかっこいい時計なんですよねなのでちょっとねゴールドって色なのであのビジネスシーンなんかでつけるときは少しねあの例えば出先の上司の方に会うとか色々そういうねシチュエーションは考えなければならない時計の色だとは思うんですね僕はあのあいに自営業なので あまりそういうことを気にする必要はないので、あの、自由につけさせていただいてますけども、そういう意味ではね、ちょっとこのゴールドっていうケースに関しては少し選ぶ、シーンを選ぶかなという気はします。ただもう、単純にめちゃくちゃ綺麗な、この、なんとも言えないこのグラデーションがかかったダイヤル、えー、ダイヤルなんで、めちゃくちゃ綺麗です。これはもう文句なしに綺麗とお、OK、けだと思います。 こんな感じ。あの、先ほどちょっと調べると中古市場でもね、ちょこちょこっとは出てくるので、あの、この時はね、持ってて価値ある時計だと思うので、皆さんもぜひ探してください。中古でも結構、あの、状態がいいものが探せたと思うので、僕みたいにもうこんなにね、めちゃくちゃ傷が入ってますけども、もっと綺麗な状態のものがあると思うので、ぜひ探していただいたらいいんじゃないかと思います。これはもうめっちゃ綺麗です。で、もう一本ですね。こちら。 サリーですこちらの方はカクテルタイムっていうタイプなんですね。カクテルタイムのリミテッドブルーフローズンマルゲリータというものですね。マルガリータですね。こんな感じ。これはこれでね、5000分の僕のは0025番ですかなり。かなり早いロットのものが僕の手元に来ています。あ、ちょっと待ってね。これ開けますね。 よいしょ。まあ、キャリバーに関しては 4R5、3 5 B、一緒なんですね。なんですけど、ここのちょっと下にね、5000の0025リミテッドエーションと入ってございます。で、こちらの方は普通のこういう316ステンレスのケース。で、こういうふうにドーム型の、まあ、ドームボッ,ボックスドームっていうんですかね、のクリスタル。 でこちらの方はサイズが、ね、実は38.5。少し小さいんですね。なので、ケースのラグルトゥラグも小さいですし、警察も少しこちらの方が薄くなりますで。カクテルバーシリーズの方が少し大きくなります。こうやって見るとね、わかると思うんですけど、左の方がカクテル、えっ、ー、と、えー、カクテルバーシリーズ。でこちらの方がカクテルタイムのシリーズですね。なので、ちょっと大きさが違います。 どっちかというと、この右がカクテルタイムの方が少しポップなイメージで全て形成されているのそのピンクもこちらのカクテルタイムシリーズの方です。で、カクテルバーの方はちょっとこう大人の雰囲気と言いますか、えー、少しこう、うーん、まあそうですね、大人の方の雰囲気の時計という感じの色合いのものが多いかと思います。で、こちらもね、このもうすごいこの、 こういうのを行政模様って言っていいのか、僕はちょっとわかんないんですけど、こういう感じのものすごい綺麗なダイヤルしてるんですよ。この、なんて言うんでしょうね。これも、それで見てわかると思うんですけど、内側からちょっと外側についてちょっと色が濃くなっていってるんですね、これ。で、こういう黒の、黒シルバーですかね。の、まあ、えっ、ー、と、インデックスを使ってて、 このセイコーのね文字は黒だと思います。プレサージュオートマチックも黒、えー。他のものに関してはね、これ僕もちょっとシルバーだですね。いや、違う。これ全部シルバーですね。多分セイコーとかもシルバーなんですけど、ちょっとこういうね光の当たり具合の反射の具合で少し黒っぽくも見えます。汚いでしょ結構頑張ってつけてるんでね。これは汚いです。でちなみにこれも、 えっと、カーフレザーがついてたんですけども、結構ね、ひょろひょろっとしてたものがついてたので、これはまた僕はコード版で作り直しています。で、こういうね、ブルーのラインを入れてもらってコード版で作り直しています。こんな感じの文字盤です。すごく綺麗です。なので、このカクテルバーシリーズ、隠れてるタイムシリーズ、このリミテッドディーションは、 結構な数のリミテッドエディションなんですね。あの、先ほどのね、オールドファッション、あっちのブラウンの方は8000本もあるんですね。なので、まあ、リミテッドと言っていいのか、限定と言っていいのかっていうような数だと思うんですけど、かなりたくさんの数があるので、で、こちらの方だけ少ないんですね。ちょっとこれ5000本なので、ちょっと少ないんですけども、シリーズ、色とかケースの色、ダイヤルの色によって、ちょっとこの限定の本数が違うようで、 その辺もね、ちょっと皆さん調べていただいて、この成功のプレサージュシリーズは本当に綺麗な時計だと僕は思うので、ぜひちょっと一本ね、ご自身の好きな色なんかを選んでもらっていいんじゃないかなと思います。こんな感じです。綺麗でしょうこういう風な感じのね、とっても綺麗なこうダイヤルなんで、こうするとすごくないですか ものすごく綺麗なダイヤルをしてるんですね。で、こちらも、よいしょ。こういう風にしていくと、この深みがあるね、すごく変わったダイヤルをしてるので、本当に綺麗な時計だと思うのでね、ぜひ皆さん、このプレサージュシリーズはぜひ調べてください。このセイコのプレサージュシリーズはめちゃくちゃ高級でもないし、めちゃくちゃ安っぽくもないし、 あのいろんなねモデルが出ててご自身のスタイルであったりとか、えー、シーンであったりとかいうものにパチッとはまる時計画の一本はねあると思うんですねなので是非ちょっと見ていただきたいなと思います今日はねちょっとその英語のサブタイトルをつけるテストとしてこの成功をさせていただいたんですけどもこの成功の時計ね本当にかっこいい時計なのでちょっと僕最後ね腕に回したいと思います いつも言ってるように16.56.5インチの私の腕です。こんな感じでございますで。ちなみにこういうね、バタフライ系のこういうバックルでございます。こういう感じ。かっこいいでしょう。これでちょっとかっこいいスーツとか着てたらもうめっちゃかっこいいんでしょうけどね。 僕はあんまりこうスーツを着るという仕事ではないのであまりこのスーツを着るという機会はないんですけどもものすごくかっこいいね時計なんでぜひ皆さんも今更ですけどね調べていただけたらいいんじゃないかなと思います当然2023年のサリーシリーズもあると思うのでその辺もちょっとね合わせて皆さんが調べていただくとお気に入りの一本が探せるんではないかなと思います これがカクテルタイムの方ですね全然ね雰囲気が違いますかなりちょっとポップな感じにこっちはなるんですけどねこんな感じでございますこういう感じで今日はねこの2本をご紹介させていただいて、まあ、後ほどね先週編集をするんですけどもあのなんとかね皆さんにあの見ていただけるように英語のサブタイトル頑張ってつけていきますので またよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。コメントは今日たくさんいただいています。必ずお答えさせていただきますので、どの国の言葉でも結構でございます。一生懸命お返事させてもらいますので、どうぞよろしくお願いいたします。またグッドボタンを押していただくと非常に励みになりますので、またグッドボタンもよろしくお願いします。今日はこちらの成功のこの素晴らしいこのダイヤルの カクテルバーシリーズとカクテルタイムシリーズをご紹介させていただきました。えー、本日も最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。